Danganronpa.大丈夫、だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕も、うん、他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに。ねえ、改まって自己紹介するほど特別な人間じゃないし、こういうのってまあこれもお決まりだから。俺の名前は日向はじめだ。俺が希望ヶ峰学園にやってきた理由、俺にとっての希望ヶ峰学園は、その憧れは夢なんて言葉にも置き換え、だから俺は自分がその一員になって、何者だ。え、あの、大丈夫ですか。あ、ねえ、もしかしてさ、あ、じゃあもし、ま、そういうことだ。俺らもこの学園の新、多分この教室にはなんだ。決まりだ。え？ふんね。ふんふん。
るほどな。妙だな。何なの？あのさ、つまり要はどういうことだ？そんな！おめえ！え？おいおい。たく。とにかく。やばくね？これは。ですが。でも。ひなりまちゅ。なんだ。おい、こら。何ですか？多分ぬいぐるみ。そう、私はぬいぐるみ魔法少女ミラクルウサン。こう見えても皆さんの先生。よろしくね。あれ？どうなってんだ？皆さん。ふふふ。黙れ。おい。任せてください。なんだと。おい。大丈夫です。
当だ。ねえ、聞こえる？ね、大丈夫？だいぶ参ってる。さあ僕も、だっていきなりこのおかしなことに巻き込む。ねえ、ねえ、そうだね。そうじゃなくてさ。ねえ、よろしく。僕こう、そうじゃなくてさ。そうだね。どうしたの？僕なんか。
どうしたの？大丈夫？ごめんなさい。説明しましょう。そうです。ねえ。よし。どうしたの？実はさ、予想外だよ。カズイチっつんだ。超高校級のメカニックってことでよろしくな。つうかよ、
ギリだな。だってよ。世界の全てを支配。Thank you.
高級のマネージャー二代猫丸とは、声が小さい。わしが二代猫丸じゃ。
あまあ。クズ竜冬彦だ。言っておくが、てめえらと慣れ合う気はねえから。憧れちゃうね。実はさ、おいこら、ちょっと男子でしょ。私の名前は小泉真昼だよ。ま、これからいろいろよろしくね。実はさ、よかった。ちょっと、あんたね。残念でした。頑張りなさいよね。よかった。私の名前はペコ山ペコという。こちらこそよろしく頼むぞ。実はさ、どうやら、日向くん、おい、あ、七海千秋です。超高校級のゲーマーです。趣味はゲームです。よろしくお願いします。
ごいよ。高校級のシェフと呼んでもらえるかな。すみません、私はソニア・ネバーマインドと。そんな感じかな。わかるかい？
私はじゃじゃーん、そうじゃなくてさ、実はさ、よいしょよいしょ、うん、取り込んだよ、クスクス、ひなたくん。
俺の名は戸上白夜だ。実はさ、憧れちゃうね。Ha ha!
ところを。どうやら。いいですよ。強いぞ。バカじゃないの？すいません。ひなたくん、とりあえず、ショッペース！この海は手加減抜きにショッペース！おーい
い、スーパーから日焼け止め持ってきたけど。おう、気が利くの。え、ムキムキの男にオイル塗れって。うん、オッケーだよ。僕って守備範囲が広いから。広すぎでしょ、一人で全部カバーし。たっ、んじゃこのドリ。ピンピリピン。あれれ、おいみんな、おいおい待ってくれって。おい、マイクチェック。ああ、ああ、ああ、聞こえますか、聞こえますか。ぷぷぷぷ、クーちゃですよね。さて、大変長らく、そろそろ真打ちの登場でございます。あ、まさか。妙だな。おい、当然だ。そしてお久しぶり、僕はモノクマ。このモノクマ登場だよ。いいよ。Hey!
さてと、完全勝利の、そもそもお前は地味なんだよな、真っ白なウサギ。というわけで僕好みに改造してやるよ。僕に逆らうとどうなるか。噛み砕いて、噛みちぎって、噛みしめて。
信じない信じない。何なの？どうだろうね。とにかく何なのよ。おやおや、待ったれ。知らんぞ。やってやろうじゃねえか。行くぞ。答えてよ。あはは。
ところで、いいか、ここにいる俺たち見ず知らずの連中と共に南国の島にそうやって植え付けられた絶望的な恐怖心から逃れたいという気持ちこそが俺たちの最大の敵なんだ。Thank you.